小脇メール復活の宴。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。本日なんですが、小脇メールというデッキを皆さんはご存知でしょうか。昔からね、デュエルリンクスやってる方であれば、まあもう見たくないよと、ゴーシュっていうね、ベイブレードって言われてるんですけど、このカード、似てるから、このカード、まあ、よく見たことあるんじゃないかなと思うんですが、この小脇メールの混合格というカードを使って展開していくデッキだったんですが、なんとですね、ウルナイトをサーチするカードが出まして、それが炎武天気。これ実はですね、重戦士族なんですよ、この人。なので炎武天気でウルナイトサーチできるってね、これ強い、非常に。で、混合格と炎武天気で、まあ、ウルナイト実質、1,2,3,4,5,6,7,8枚耐性と。で、まあ、もちろん、混合格はマキシマムとかこの広角とかもサーチできますんで、まあ、これは万能として、なので結構ね、強い動きできるんですね、これ。こことここ2枚で展開できるんで結構強いです。で、結構強かったなと思ったのは、使っててウルナイトっていうのは、手札の混合角じゃない、間違えた、広角を見せると、デッキから、小脇メールを出してこれるよっていう効果なんですよ。で、小脇メールのモンスターで、まあ、強いモンスターいくつかいるんですけど、とりあえずやっぱ特殊召喚を封じるというか、特殊召喚もしたモンスターを破壊できる、このアイスっていうのが、まあ、強いんですよね。手札1枚捨てると特殊召喚したモンスターが破壊されるという効果を持っています。除去ですね。これが結構強いんですけども、これ密属性なんですよ、こいつ。だから、ウルナイトで小脇メールアイス出してきて、でアイスとウルナイトで深淵作るとこれ2200になるっていう、結構強いんですよね、これ。意外と先行で深淵立てるっていうこともできるんで、意外とね、悪くないなと思って、2枚にしました。でね、あとこいつ重戦士なんて入れてます。別にこれじゃなくても正直いいです、多分これ。これね、これじゃなくて、例えば関連カードで、なんか、例えばトラップ止めたいとかだったらサンドマン入れればいいし、これ岩石なんで重戦士じゃないんであれですけど、これとか、あと、それから、なんだ、ウォールとか、これ魔法止めるんですけど、こいつとかでもいいと思いますね。で、なんで、こいつにしてるかっていうと、重戦士族を見せつけると、こいつらって、破壊されないっていう効果を持ってるんで、だからこれにしてるっていうだけですね。で、あとアイスはこれ永続トラップ、永続魔法を見せると破壊されないよっていう効果を持ってるんですよ。なのでこれ永続魔法なんで結構相性いいなと思って、これにしてますっていう感じですね。はい、まあ、ここは別に何でもいいです。はい、で、先行やることない問題が若干発生することあるんですよ。ウルナイト来たけど、なんか、ここ展開したくてもいいなみたいな時に、こいつがいると結構便利っていう。ベールで、まあ、ワンキルを止めていく。結構ですね、エクスカリバーとかね、出てきたんで、4000パンチが飛んでくるんで、意外とこいつ、頼りにならないこともあるんですけど、まあ、そんなに、ないんで、エクスカリバーめっちゃ飛んでくるってことは、戦士族デッキしか出てこないし。っていうことで、まあ、ベールを3詰めして、先行にも少し強くしたっていう感じですね。で、バックは、玉光で抑えていくということでございます。早速、デュエルご覧いただきましょう。小脇メール復活の宴ですよ、皆さん。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、ジャック・アドラス選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。あー、これ、およそ最強ハンドしてんな、これ。およそ最強ハンドしてるわ。サーチカード2枚に、ウルナイトに、マキシマム打ってね、やばすぎ。すえー。あ、地獄も OK。地獄もプレミアム加工かっこいいね。DDD、あれですね、赤羽さん、結構ね、早めに来てほしいですね、アークファイブのキャラクターなんですけど、アークファイブっていう、なんか髪型がトマトのやつが主人公のやつがいる、あるんですよ、アニメ、ゼアの月、結構ね、熱い、割とね、面白いアニメなんですね、序盤は、なんか後半、くそつまんねえって言われてるんですけど、炎武天気、発動を、ウルナイト持ってくる、ウルナイト来すぎ、ウルナイト3兄弟揃った。で、小脇メールの混合角からのこうで、これ別に天気じゃなくてもらったけど、まあウルナイト召喚、ウルナイト効果、ウルナイトでアイス出して、で、アイス効果、ウルナイト捨てて、つえ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 、なんて強いんだ。で、マキシマム出して、はい、いいよ、もうバトルしよう、もう勝ちだろこれ。一応ね、マキシマムで割った方がいいと思うんですけど、はい、対戦ありがとうございました。残しておいたらね、1000ダメージ入るんですよ、あのカード。なんで相手勝手に死んでいくっていうパターンあります。お前の思い伝わったぜ。伝わってねえよ。よっしゃ、
アンツイゴミ、アンツイゴミ、オーケー。エンド立ち入れたかなくてもいいよな。エンドでいいんじゃねえかな。あの敵トップ見てからね、混合格とか使いたいんですよね。しかも対戦にないんで、混合格って見てからいいんじゃねえかな。あの一応先行で展開することとかできるんですよ。ちなみにあのコアキメールアイスがなんと密属性なんですよね。なのでウルナイトからアイス出してきてランク4のあの深淵立てると2200っていう、まあ、カタパルトか。なるほど、まあ、ワンキルはないですね。さすがにベイラーいるんでね、ベイラーがいるんで、アイハマを持ってる。4000パンチは飛んでもないんで、アイテム的なんならハマ作って2連打で攻撃していってもいいかで5。はい、これワンチャンマジでこのハマー出してくんねや。はい、でも1位は、ね、いねえか、さすがに。はい、スターガーディアン効果、テックジャスモンスターを手札に加えることができる。で、3のやつ加えたスターガーディアンの効果によって手札から展開することができる。あ、出た、これブラロオニマ、ブニャロブラロオニマじゃない、ブラックローズグリオンガンドの構え、ブラローグリオンガンドの構え、このスープにしてここでベイルを特殊召喚していくスタイルですね。さあ、まずはベイルを特殊召喚していく。オニマルの構え、ドアローベイル、いいねいいね、守ってくれるね、オールドナイフを。これ1回エンドでももはやいいまであるけど、これブラウンとかされて、ブラウンとかされて、いやこれなんか知らなくね、これワンチャンさせようかな。効果破壊でいい、まあ、どっちにしてもこれあのグリオンガンドが飛んでくるかもしれないんでね、出してもあんま意味ないですよね、モンスター。あのひたすらに、グリオンガンドが辛いって話なんで、狡猾か、はいはいはい。で今出さないとでもあれか、ベール1まで耐えないかもしれないね、もしかしたら。はい、あ、じゃあ普通にあれですよ、メインフェーズ続けますよ。それは甘いじゃないですか、これブラックローズしか出せないけどね、相手で。コアキメールの混合核からの効果でしょ、これデストロイサムライかブラックローズかどっちかなんですけど、相手だったら、どうするんだろうな。ここウルナイト召喚するんですよ。でウルナイト召喚してウルナイト効果使っていく感じですね。でこれでもう効果でも破壊されま されませんので、このターンウルナイトっていうか、まあ、コアキメールモンスターは。なんで別にブラックローズは別にいいですよ。デストロイサムライだったら考えればいいかなっていう感じですね。はい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 、ブラックローズで。ちなみに今2体、出してあのぶん殴るぞって言えばあのスターガーディアン使ってくれるんで、あの別に自分からエクシスとかシークロとかしなくても別にバトルフェーズ入るぞっていう脅しをかければいいですよ、今のは。でアイスでいっか、これは。でアイス特殊召喚でアイスで相手のブラックローズも破壊して、あーワウルフか、あーなるほど。じゃあね、サーチ入っちゃうんですよ、破壊されたエンドフェーズに。なんでその効果止めちゃえばいいと思うから、これ死にいるんだよな。だからですね、アイスの効果先に使います。でアイスの効果で多分ね、これね、高速持ってくれる方がいいか、ビール捨てちゃっていいんじゃないかな。ビール捨てて、ねえ、まあ、どっちでもいいんだけど、まあ、どっちか返して、で、殴って、まあ、ブラックローズか。ブラックローズで破壊して、で、2体で、これ、ワンキルは取れないんで、100足りないんですよね。なんで、こうした方がいいですね。はい。で、これで、こうして、で、これで、深淵のミストモードの効果になって、墓地で発動する効果使えませんので、このターン。なんで何のカードもサーチしないと。スクリューサーペン、あー危ねえ、スクリューサーペントだけマジでやばかったけど、まあ、スクリューサーペントじゃなかったらもうほぼ勝ち。スノーケーは光りません。どうせコズミックサイクロンかなんだろうあれ。で、ウルナイト召喚効果、ウルナイト効果によって、はいはい最強。ちょっとね、スクリューサーペントっていう1枚で返せるカード入ってるんでちょっと怖いですけどね、あのデッキ。さあお相手の方、薄いよ。これレベル上昇なかったよな、こいつ。なんだレベル加工か、 BF か。とりあえずちょっとなんかわかんねえけど、なんか混合格余ってっからよ、混合格余ってっからよ。これ展開してるか、一応混合格余ってるし、いいよ。で、ウルナイトコアラからの、アイスからの深淵よ。
モンスターを特殊召喚、これで1枚で深淵よ。どう、なんかやってることディーバーみたいな感じでしょ。まあ内臓してないんで破壊があんまり微妙ですけど、言うて強いですよねこれ。ターンエンド、最悪次のターン小脇めでマキシマムバチコルト出してあげればいいんで、深淵に相手のカード使わせながらの、なんだこれ、え、なんだこれ、やばいわ、それはやばい。ちょ待って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 、なんだこの周回デッキ、おい対人戦周回デッキやめろマジで。いやちょっと理解が追いつかないな。